バロック歪んだ妄想プレイステーション。僕たちの罪はどうすれば癒されるのだろう。バロック、17世紀に流行した芸術様式。歪んだ真珠というポルトガル語を源に、不調は過剰さ、混乱を意味する。だが大熱波前後の世界で使われたこの言葉は違った意味を持っていた。それは歪んだ妄想。崩壊し荒れ果てた世界では、人はより多くの妄想にすがらなければ生きる意志を持つことができなくなっている。今人々はバロックを抱えて生き抜いている。僕は記憶を失っている。罪の意識だけを強く感じている。歪んでしまった世界、変貌していく神経と偽装欲をつけた天使と名乗る者たち。プレイするたびに変化する 3D 空間をさまよう。異形を倒し歪んだ者たちと対話する。僕たちの一瞬の判断と勇気が状況を変え、展開を歪め、発展させていく。幾度も繰り返す。常に変化する。助けて、声が聞こえる。展開が歪む。衝撃的な真実が僕たちを襲う。なぜ幾度も死に幾度も生き返るのか。世界の歪んでしまった理由は、失われた記憶と心に残る罪の意識、変貌し続ける神経と上級天使の目的。世界の痛みはどこから来て、どこへ向かうのか。圧倒的な奥の深さと緻密に構築された世界で、運命の箱庭に放り込まれた断片と全ての謎が一つの結晶となって僕たちの心の中に現れる。1999年10月28日、プレイステーションの中に潜む妄想たちが解放される。バロック歪んだ妄想。